皆さんこんばんは。ゴールド TV の時間がやってきました。進行を務めるフリーアナウンサーの山本薫です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして解説は今声がプライムで出てきましたね、コモディティインテリジェンスの近藤正代さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。久しぶりにね、番組もお盆休み取りましたね。そうだね、俺もね休んだ、毎年お盆はね休みますけどね、お墓参りはないけども、なんだ、ね、先祖が帰ってくるでしょう、はい。お迎えちょっとしないといかんでね、お盆はね。近藤さんの方は、ちゃんと8月にお墓参りですか？ 8 月15日だったけどね、まあ別に今、名古屋ですから、私の家はね。あ、実家はご実家の方ね。はい。うん、あ、そっかそっか。もう江戸時代からある墓。一山全部墓だ。俺、うちの墓だね。うん、だから、たくさんありましてね。みんな、昔は土葬ですか？ですから、骨全部入ってるんですよ。焼いた骨じゃなくてね。うん、亀で。昔は亀ですね。はいはい、横たわってなくて、縦に座って壺みたいな、壺みたいなところに押し込むんだね、うん、あれ。座らせてだったっけ？座らせるのかね、うん、昔その頃は私生きてないからね、分かんないから、うん、おばあちゃんは焼いたわね。だおばあちゃん以降は全然、うん、今風ですけれども、親父もおふくろも兄貴もみんな焼いて骨つぼですけど、うん、先祖代々骨が横たわってる墓ですわ。うん、とても私はそんなところが怖くて入れないね。いや、なんでご先祖様でしょう。いやいやいや、もう百姓だからね、大変だよ。何されるかわからん。意味がわからない、言ってる意味が。何しに来たんだと言われちゃってからね。はい、そうですか。ほら、はい、私の家の近所って、東京の下町、深川近辺になって、はいはいはい、辺は今でも7月なんですよ、お盆。あ、7月ですか。だから、そうそう。7月の15日近辺に迎え日送り日してますよ。牛じゃないけど、ナスで。そうそうそう、ナスとキュウリのね。あ、そう。そうなんです。そう、じゃあ8月ですね。キュウリも新盆なんだね。ね、どっちがキュウリかしら。2盆が7月かな、はい、うん、あ、そうなの。新しいんだ、2だからね。うん。多分ね、だったかな。違ったらごめんなさい。はい、違ったらぜひご指摘ください。はい、はい。では今日のプログラムからいきましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まずですね、今日は3つ、3部に分かれてますけれども、金は中国古代の神話。これちょっと面白い話でしたね。そうですね。まあ、まあ、日本の神話と同じですけどね。なんかちょっとオカルトチックで面白いなと思って。はい、初めて聞く話ですな、はい。はい。直近の金価格、インドのインフレと金、この3つです。はい、そしてプラチナ、はい、直近のプラチナ価格と自動車販売状況。まあ、プラチナはあんまり情報がなくてね、はい、探したんですけどね、あんまりない。はい、まあ、2、3会社の決算内容なんか、上半期の決算ありましたけど、うん、まあそんなの言ってもね、はい、あんまりプラチナ価格に影響ないですから、残念ながらあまりプラチナの情報は今日はありません。はい。ということで、3番目の原油ですね。はい、3番目は原油で、直近の価格、はい、原油価格上昇にファンドは関与していない。そうですね。これは前から私は言ってることを EIA がきちんと、はい、なんとかな、私よりももっと詳しく、詳細に述べておりますので、それを、概括します、はい。はい。そして中国シノペックには棚ボタン。はい。これはロシアの原油が安く手に入って、大儲けをしているという話ですね。はい。はい、そして最後、ロシア原産油。中東欧への、中東欧か、ごめんなさい。これは中東欧。中国と東欧？それとも中部東欧ですか？欧州へとですね、輸送停止ですね。中東と欧州？これはどう？いや、中央と東欧。ん？中央と東欧ね。はい。わかりました。中央と東欧への
はい、輸送禁止、停止、停止、制裁は影響です、まあ、ということです。そうですね。はい、停止からなんです。停止ね。嫌がらせです。はい。はい。ということで。なんか私と近藤さん、言葉がかぶっちゃうんですよね。皆さん、聞きづらくてごめんなさい、本当に。はい、もう、意気投合してますから、どうもすいません。これ、意気投合って言ったかどうなのか。はい、じゃあ、直近の価格、まず日本の価格からいきます。金です。はい。直近はまあ横ばいですね。グラフを見ていただくと、だいたい縦、ね、うん、8月2日に7411円になって、はい、直近の22日は7662円、明日の値段ですけど、まあ、金曜日の終わりでですね、はい、7662円でございまして、まあ、日本の円安がまあ一段落はしてますので、横ばいってことですかね。うん、そうですね、ちょっとおとなしい感じですね。そうですね、ドル高も一段落してますからね。うん、そしてニューヨークの方を見てみますと、まあ、ニューヨークの方もまあほぼ横ばいですね。今日の値段はみんなどれもこれも横ばいですね、はい、あまり、ね、最高値とか最安値になってのはあまりないですね、はい、2824ドルに10日の日になってまた下がって1771ドル、1800を切っちゃったわけですね。はい、一時的に1600まで突っ込んだってことですね。うん、この間で動いてますと。ここでございます。はい。はい、それでは、中国古代史における金の逸話ということでね、はいはい、ちょっと面白いお話、そうですね、説明していただけますか。まあ、耳から金の虫が出てきた。そいつが犬に変わったって言うんですよね。古代妄想っていうか、なんというか。はい、虫はなんとなく耳から出てくるかもしれません。ウジ虫なんか昔は出てきたかもしれませんね。それって亡くなった人からでしょ。そうそう、シャレ神戸からウジ虫が出てくるんですね。金の虫が出てきて、生きてる人からは出てこないでしょ。犬に変身したってことですからね、うん、変わった、はい、中国が変わった人がいるわけですね。いや、そういう話じゃないです。そういう話じゃなくて違うじゃないですか。いや、だからね、その犬に褒美、うん、なんか犬っていうかね、王様が、ね、褒美を取らせて娘を嫁にあげるよって言ったら、そう言ったらその犬がね、金の虫から出てきた、できた犬が、閉店しちゃったんで、見事に、はい、うん、手柄を立てて、したら王様、いや、犬には娘やられないって言ったら、いや、7日間金の金の中に入れてくださいと、したら人間にかかりますって言ったら、お姫様が6日目に、うん、金を持ち上げちゃったんですね。そう、我慢できなくて6日目であげちゃったのね。旗折りの鶴と同じですね。これもこの辺から出てきたのかもしれませんね。なんか首より上が犬で下は人間が出てきたと。はい。半犬半人。そうですね。狼男ですね。でも本当その映像を想像するとすごくシュールで。私、はい、面白くて。それに、とついだわけですね。はい、で、神話の中では、寄生虫が出てきて、うん、そいつが人間になったって書いてるんだけど、うん、まあ、あまりちょっと寄生虫が人間の祖先は、うん、ちょっといかんということで、はい、その、犬が、犬の長男ですね。犬の嫁いだその長男の子供が人類になったってことになったってことですね、うん、はい、なかなか勇壮心象膨大なんていうのこういうのなんとかすごい高等無形というかむちゃくちゃな話ですね、うん、はい、いやでも虫が犬になったっていうのはないけども、グリム童話ではなんか似たようなね、カエルとかね、カエルとかね、うん、はい、そうカエルがなんか王様に、そう、娘をくれって言って、帰るじゃダメだって言ったけど、ちゃんと人間に変身したみたいな話ありますね。ディズニーありますね、ディズニーで、うん。ディズニーじゃなくてグリム童話、うん、あ。ディズニーはなんだっけ、王様、美女と野獣、あ、美女と野獣、あれ見ました。うん、そうですね、はい。まあ、そういうのありますよね。ありますね。はい、野獣が好きなんですね。やっぱりの男は野獣の方がいいわね。女が野獣だとちょっとね、なんか、女が犬だとなんとなく別にあんまり恋したことはないと思いますけどね。普通に女は犬でもいいと思いますけどね。犬を
好きになるっていうのは、私は犬じゃね、ちょっと物足りないですね。ワイルドな、ワイルドな犬いいんじゃないですか。男はいいでしょうね。男の犬はいいと思いますけど、ね。いや、いや、女でも女でも。女のワイルドな犬怖いですね。なんかいいじゃないですか。アマゾンですみたいな感じで。もう追いかけられちゃって。ちょっと浮気するとバンバン噛みつかれたりしてね。いや、レディーターザンみたいな感じ。いや、女は犬じゃないかんですね。猫ならまだいいよね。猫ならなんとなくまだいいけど、犬じゃね。私はどっちでもいいと思います。はい。はい、ごめんなさい、脱線しました、はい。はい、インドのインフレの話です。はい、こちら。はい、インドのインフレ。はい、まあ、全世界的にインフレになって、日本のインフレはね、-0.02 なんですね、現在。4月の IMF が、今年のインフレ率を予想したもので、言っても日本は、0.98 ですね。アメリカが 7.68 なのに、うん、日本は 7.98 で、IMF の予想でも、はい、全然日本はデフレに近いですけど、ただまあこれから、これ今後出てくるのは、いわゆるあの、円の円安が効いてきますので、結構インフレ率が高くなるかもしれませんが、これまでのところは、日本は非常に低いんですが、インドの場合は 7% になってますということですね。うん、で、あの、卸売物価指数は 15% ですね。うん、日本は 8% ぐらいいってるんじゃないですか、卸売物価。いわゆる、生産者物価指数と日本が言ってますけど、卸売物価指数。ここに前半に、このレポートの前半に、ワールドゴールドカウンシルが書いてることは、まあ、インドってのは、なんていうかな、金融の制度が非常に遅れてるんですよね。で、現在進行形でモディ首相が一生懸命整備しているところなんで、はい、このインフレ、あるいはそのインフレに対応する、アメリカで言うと FRB に当たる RBI っていうのがあるんですけども、インド準備銀行がいわゆるどういうものを、アメリカで言うとインフレターゲットってのは日本でもありますけれども、はい、それを作るのにもともとは消費物価指数だったよと。で、最近は消費者物価指数に変わってきたよと。だけど、インドの消費者物価指数は食料品の価格が大きいんで、食料価格に大きく作用されちゃうよってことが、長々と書いてあるところに書いてあることでございまして、まあ、はい、我々にとってはどうでもいいことなんですけど、インドの金融政策がどういうふうになっか変遷してきたかってことは、ここに書いてあります。まあ、ご参考までにってことですね。はい、で、インドでは、モンスーンってのは非常に影響しまして、雨が降るかどうかって、いわゆるインドってのは農業国家ですから、アメリカと同じように農業が非常に大きい、割合になってますので、雨がたくさん降るか、カンカン照りの干ばつになるかってのは大変な問題でございます。で、現時点では欧州が干ばつですね。今日現在でもそうですけど、スペインとかあの辺がまだまだ雨が降ってない、温度が41度とか、非常に高い気温になってまして、欧州の小麦とか、トウモロコシもそうですけれども、非常に不作になってます。今年は欧州からいわゆる干ばつの問題が出てくると、小麦もそうですね。小麦も非常に出来が悪いっていうのは、欧州なんですが、インドの場合は小麦が悪いですね、出来は。インドの小麦の出来は今年は悪いですけれども、非常にそういったことが物価に関係してくるってのはインドの、まあ、特別な日本の場合は米がどうなってもあんまりインフレには関係ないですけれども、うん、インドの場合は、いわゆる食料品、食物、農産物の価格が非常にインフレに効いてきますということは、あんまりないんだろうことでございます。はい。で、まあ、消費者物価指数を採用しましたよと。はい、消費者物価指数の方が、まあ、安定的で。メリットは、メリットは、まあ、生活コストを知る上で優れた指標であるというのは一番最後に書いてありますが、はい、卸売物価指数は、やっぱり、なんていうかな、もうちょっと手前の生産者の問題ですから、その後の問題の消費者についての消費者物価指数の方が
より経済には反映してくるんじゃないかというところが、ここに書いてあるところですかね。特にインドの場合の卸売物価指数の統計の仕方が毎年ちょくちょく変わっちゃってですね、安定性に欠けるってことが、ここに書いてありますけれども、まあ、そういった個別の問題もございます。はい、ということで、ここにも利点が書いてありますけれども。はい、その次も。はい、いわゆる金利を今 4% にしています。インフレターゲットの政策金利目標を 4% にしてますと。結構高いですね。うん、4%。アメリカは 2.5%。目標は違うかな。現在は 2.5% ですね、日本はずっと 2% って言ってましたよね。いつの間にか消えちゃった。ならないですね。全然。消費者物価指数が 0.0、マイナス 0.02 とか、そんな状況で、今年でも0.6 かかっちゃったかな。全然 2% になりませんから、うん、黒田さんが一生懸命頑張ってますけれども、全く、景気が良くならないので、価格も上がらないと、はい。どうやってるかっていうと、生産者が、なんていうか、値下げをして頑張ってると。生産コストを引き下げて、従って、生産者が、儲けが少なく、どんどん少なくなって、雇用なんかが生まれなくて、いわゆる賃貸ムードの経済にずっと何年もなってますよ、というのが日本の状況ですね。それを突破しようということで、一生懸命経済を盛り立てようとしてんだけど、まあ、私に言わせると、ポイントは一つで、いわゆる、新しい産業の勃興がないってことですね。中国の場合は、アメリカへ行って留学してきた人なんか、アントレプレナーっていうか、新しく、事業を起こそうという人に対して、金を貸して、家も貸して、事務所も貸して、資金も貸して、そういうことで非常に優遇して、なんていうか、アイデアを貴重、どんどん取り入れてるんですが、日本は、やるよ、やるとよとは言ってますけれども、実際に、その効果が上がってないってところは、第三の矢って安倍首相は言ってたんですけれども、その第三の矢ができてないってところが、第一ので、第二の矢は良かったんですが、これは、安倍さんが、2009年に、首相になった時に、黒田さんが、日銀の総裁になって、今の現在の政策を新しく始めたんですね。これはとても効果があって、当時までベタベタだった株価がですね、もうズルズル、グズグズだったんですね、株が。長年にわたって全然もうまるで上がらなかった株が、安倍さんになって急激に9月から翌年にかけてボッと上がったんですね。それからちょっとそのいわゆる金融効果が出てきて、金融投資家にとっては非常にいい側面が出てきたんですが、そこまでは良かったんですね。これ第二の矢までなんですけど、第三の矢ってのはそれが現実的な、いわゆる経済そのもの、つまり企業の収益に結びつくかっていうところが全然いかなくて、結局、企業の収益性が非常に劣ってるっていうのが現在の日本の悪い状況でございます。したがって物価も上がらないし、賃金も上がらないということで、はい、みんな、なんていうか、殻に閉じこもったままの、年金生活者にはいいんですけれども、それ以外の若い人たちが元気のない社会になっているということでございます。私の考えでございました。今、日本の話ね、どんなく。インドの話はね、まあ、あんまりまだ、うん。はい。インドの話は。金が倍ぐらい、まだ残ってるので、近藤さん。はい。インドの話はですね、インドは、6月に 7% のインフレになってますので、これから金利を 4.4% まで引き上げて、すでに引き上げてます、はい。アメリカより早く引き上げてます。農産物価格が押し上げていますと。ことが書いてあって、あれこれ、さっきのところだな。
それで、これが各国のインフレ率でございます。直近の割合が 45.9% で、インドは高いってことが、中国は 19.9%、欧州は 16.6%、米国は 13.4% ですね。はい。ということで、食料は大きいってことで。45% ってほぼ 50% じゃないですか。で、卸売物価指数が先に先行して、消費者物価指数はまだそれほど上がってないのは現在のインドでございます。はい、それで利上げをして、債券投資がですね、ここに書いてある、次に書いてあるこのグラフは、これ株価と債券の投資が正の相関になった緑、逆相関、本来は逆相関にならなくちゃいけなくて、株が下がると、債券が儲かるので、債券投資に資金が動くというのが正常な段階、この赤いところですね。それが最近またこの緑になってきちゃって、正の相関になってくると、株も悪ければ、株から逃げた資金が行き場がなくなっちゃってると。本来は債券に行って、債券投資でなんとかなるんですが、債券の金利が上がってきたんで、4.4% まで上がってきたんで、それ以上、債券価格が上がるってことが少なくなってきたんで、今から投資してもしょうがないということで、債券投資があまり魅力がなくなってるってことが現在の問題だと、ここに書いてあるわけですね。それで、シャープレシオについては、シャープレシオってのはリスクを取った時のリターンが、リスクを取った割にリターンが悪いと、時はシャープレーションは低い場合ですね。でリスクを取ってリスクの割にリターンがいいってことはシャープレーションは大きい、時に、まあ、そういうことになるんですけれども、ここに真ん中に例が、例えばちょっとこれで例が書いてありますから後で読んでおいてください。いずれにしても、はい、シャープレーションは 0.41 にとどまっとって、要するに、あまり投資先がないということはインドでは言えるということで、ということでございますね。そして、だからインフレの場合は金を買ったらいいんじゃないかというふうに、まあこれ全世界も、前はオーストラリアでも同じような話、それから日本でも同じような話をしましたが、若干金を入れておくと過去のパフォーマンスが上がってるよってことが、ここでも同じように書いてありまして、インフレの時には、あとで、よいしょ、これですかね。インフレが 6% 以上高い時のリターンは 12% のリターンが金にあったと。インフレが 6% 以下の低い時、インフレがあんまり、激しくない時は 6% だったよと。金のリターンも小さかったと。で、まあ、そういうことで、インフレが高い時に金のリターンも一緒になって、金は物でもありますので金の価格が一緒になって上がるわけですね、インフレと同じように。したがって、リターンが良くなるということなんで、インフレにも強いよということが、書いてあることでございます。そして、この下のグラフ表に行きますと、表でこれ全部利上げした時なんですね。4年、2004年、8年、10年、13年、18年と利上げをしたときに、金は一方的に利上げをしても上がってまして、株価なんかマイナスの時もあった。で、トータル的にも金ほどではない。まあもちろんこの時は金の方が悪かった時もありますけれども、基本的に金は押しなべて優等生でございましたと。平均で 19.5%、利上げの期間でも、利回り、金のパフォーマンスは良かったということが書いてありまして、まあ、過保系では少なくとも、インフレでも、金利が上昇したときでも、どっちにとっても、株価の投資よりも、債券の投資よりも、金の投資の方がいいですよというのが、事情がインドのレポートにおける結論でございまして、ガデン陰水、ガデン陰金。ガテン陰金。陰金倒した。はい、いや、言うと思った。もうやくなっちゃう、はい、本当に。はい。ということで、金はここまでですね、はい。そうですね。はい。はい。ちょっと前半ね、くだらない話いっぱいしてたので、ね。そうそう。私もよくわからない話だ。あんまり理解してないところもございました。夜、申し訳ございません。はい。じ
ゃあ残りあとプラチナと原油足りますので最後までお付き合いくださいね。はい、はい、それでは一旦失礼します。失礼します。